遠石もゲファーキャプスサを死にか、ハクロビアは SAR スーパーグループを含まないクロムアルベオラータの単系統群として提唱された分類である。ただし、ハクロビアの単系統性については不明で、国際原生生物学会の2019年度の分類では、ハクロビアは採用されていない。なおヘクタールはハップとも、CR はクリプトモに由来し、ビアは 生物を表す設備時である。ハクロビアのほか CCTH やユーカリョモナダエとも呼ばれる。過去には、ストラメノパイル、ハプトモ、クリプトモは、すべてクロミスタに分類されていたが、その後ストラメノパイルは除外され、ハプトモとクリプトモは近い関係にあると考えられた。2009年の論文では、テロネマモンと中心粒太対応虫を、ハプトモ、 クリプトモと合わせて新たな分類を形成することが提案された。ピコビリモもこの分類に入る可能性があるが情報が少なく確定には至っていなかった。ありがとうございます。